爆弾テロが相次いでいるアフリカ東部のマリアで14日、警察の施設で爆発型で18人が死亡し、警察は自爆テロとみ、捜査しています。爆発があったのは、マリアの首都モガディシオにある警察の寝施設で、14日馬、警察官を装った部からの侵入者が見つけた爆弾で自爆ました。現場では当時、催しの準備が多くの警察官が集まっていて、爆発よって警察官18人が死亡、15人が怪我をしたということです。爆発の後、スラム過激派組織アッシャブの担当がロイター通信の取材に対、警察官を害したなどと話し犯行を罰して今、警察は自爆テロと見て詳しい状況を知っています。20年余りにわたつ無政府隊が続いたソマリアでは5年前、正式な府が発足し、国際社会の支援のとで復興が進められていますが、今年、0月には首都中心部で350人以上が死する爆弾テロが起きるなど治安の悪化に、止めがかからない状態が続いています。